住民の方は気づいてないところなんだけど、実はそれここにしかないんやでっていうのをこうぜひ伝えたいなと。住んでみられてどうですか？住みやすい。そういうところ住みやすいって思われます。私も夫も大阪で働いてるんですけど、生駒に帰ってくるとホッとするっていうか、食事っていうか食べ物が美味しいな。引っ越してから生駒でゴミゴミしてないし、広々のびのび子育てできるし、人が優しくて楽しい街ですかね。緑があって住宅地があって、あと文化施設もたくさんありますんでね、生駒は。そういったところが人をやっぱり作っていくんかなと思いますね。なんか一緒に町を作り上げていってる感じとか、子育てを一緒にしてるっていう感覚がありますね。学校好きな人、日本一の生産量、生駒が誇る高山の茶筅、虹色に輝くレインボーラムネ。